2012年2月10日、岩槻サイエンクラブの朝です。ご覧のように、昨夜はかなり冷えたんですね。暖冬とは言っても。隣の水田のところにこう一面、霜柱が立っています。こういうふうにピンクのバラが綺麗に咲いています。霜は降りましたけど、まだバラは綺麗に咲いています。ハーブ、これはクリーピングタイムですけども、のところにも霜が降りたようになっています。